前さんが、はい、あのなんか山口職長でしたっけ、山口夏男、あ、夏男さん、夏男さん、あの人のことを悪口言ったら、なんか周りの人たちが危ないよ、永井さんやられるかもしれないよって、ね、なんか決断みたいなことを言われたんだけど、はいはい、えだからもしかしても一緒にいるとね、同じように狙われるというか、あららら、南部暴走家かみたいな、そうかを批判してるか、ね、検索したら800何十万人、あまあ一応交渉ですね、800何十万人いるような、それで見たら、なんかここ公明企業じゃない、なんだ関連企業ね、学会、学会企業とかいうでっかい大企業がいっぱいあるじゃないですか、そうですね、はい、そういうところが万が一そんな後ろで暗躍してるとかってなったらとんでもないことになるわけじゃないですか。そうです ね、なんか爆竹どころじゃ済まなくなりそうだから、俺初め思ったんですけど、うん、あの永井さんは絶対に創価学会とかそういうところが手は出してこないっていうのを分かってるから、どんどん悪口を言って、で今度はひょっとしたら次もう国政次絶対狙うだろうと思ってるんですけど、まあまあその分かんないですけどね、その可能性絶対ないとは言えないですけど、まあ今西東京の市議やってますんで、あのまあこれからやるんで、その時にもしも公明から誘われたらどうするんですか。もうやっぱり断りますよ、はい、あのね、党の中もそうかもしれないですし、大きい企業も宗教団体もそうなんですけど、特に宗教団体の場合は跡継ぎっていう問題があるじゃないですか。あります、ね、はい、あの動かす金が創価学会の場合ひょっとしたら何十兆って、うんね、下手したら100兆近くあるかもしれないんですよ、うん、そうなると前の会長が偉大すぎると次の人を選ぶのに、例えば会長がどういう状況に、北朝鮮と同じで、あのひょっとしたら口がもう喋れない状況でも次の日の新聞には会長の指示でとか、そういう記事が載ることもあるわけじゃないですか。あ、そうですね。そういうことってどう思います。まあまあ、じゃあまず、要は会長を云々でね、はい、世襲制のことですけど、まずね、創価学会は池田の伝作野郎、あの油だぬきが、要は自分息子3人いたんですよ。で、はい、3人いる中の真ん中、次男がですね29歳の早に創生したんです。早めに死んじゃったんですよ。で、まあ、それはいろいろ事情があってね、はい、まあ、ここで言うにはちょっと多分言っても多分流せないと思うんですが、はい、まあいろいろ池田大作の非常に仲の良かった女性となぜか結婚させられるという羽目になりまして、で次男がね、まあ、それを苦にちょっとねいろいろこう病気が進んじゃったじゃったじゃんじゃないかなという説もあるんですよ。統一教会と変わんないですね。まあ、そうなんですでね。でその次男がね、実はなかなかその池田大作とも容姿も似てたし、実際似てるんです顔が、顔つきが。でね、性格もちょっと近かったんで、まあある意味継ぐなら次男だったんだろうなっていうところが昔あったんです。でもその次男がね死んじゃった。で長男がね、いわゆる人を引っ張るようなカリスマ的な力がないんですよ。だからもうその競争的なところがあって、それを継ぐような人はもういないってされちゃってるんですよね。それは大変な問題ですね。今もう池田伝作先生がもう世に出てこなくなって13年経つんです、だからもうオリンピック3回するぐらいもうなってるんで、あの一番最近でも6年ぐらい前にものすごい引いた感じで池田伝作で先生がもう壁のところに、まあ、誰かに支えてもらう感じで無謀とほぼほぼ心霊写真のような感じで写ってる写真が政教新聞に載ったっていうのが最後。ほとんど鳥肌さんと同じような発言ですね。あ、そうなんですか。あ、鳥肌さんはですね、最近どん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 池田大作さんに似てきてるんですよ。ああ、容姿がね。容姿が。だからなんか降りてきてるんじゃないかっていう。なんか大川隆法先生のところに行ってですね。身代わりできますね。霊言おろしを。もう多分ね、池田伝作先生が、頭悪いんですよ。勉強できないの、バカな、あの学がなくてね、確かに狙われますね。いいよ。
で、なんだっけ、あ、鳥肌くん、いやだからあれじゃないですか、鳥肌ミドル主演で人間革命とか改めて撮っちゃって、いや鳥肌さんがあのネフリックスとかで流しちゃうじゃないですか、登場するときに私の敵は池田大作でありますって言って、 あまりにも強大な宗教団体ゆえに私も、違う大きい宗教団体に決めましたって、なんだっけ、立正構成会に入ることを決めましたとか、なんかそんなことを言ってましたけど、はいはい、あの2番の日経さんね、で、立正構成会ってね、創価学会って結構いいライバル関係だったんですよ、ていうかね、もともと立正構成会っていうのはね、あれ自体はね、もともとあの池田の先代がね、戸田常世って言うんですけど、はい、でまあ、これはちょっとやましみたいな、一種の、まあ、今でいうところのベンチャー投資家みたいなね、やつで、で要は創価学会ってね、皆さんあんまり知られてないんだけど、もともと戸田常世っていう池じゃん、デイさんが油だぬきの先代ね、はい、うん、でも眼鏡かけた、まあ、石山氏みたいなやつなんだけど、この山氏みたいな男が、まあ、かなり事業で下手打って、はい、で金、いわゆる借金いっぱい作ったんですよ、戦前戦中戦後とね、でその借金を一発返済するためにある意味創価学会を使ったみたいなところがあるんですよね。だからどういうやり方したかっていうと、創価学会のいわゆる貧乏人から、金持ちからお金をね、出資してもらって、でその貧乏人に貸し付けるっていうやり方の、法定金利ってのは合ってないようなもんだったから、あとその人によってはかなりこう、まあ都一どころか都二都三ぐらいでね、お金を貸し付ける、そうやって自分たちの組織を宗教団体、創価学会を利用して、まあ、ある意味、戸田常世さん、まあ、がある意味、まあ、自分の事業の失敗を、まあ、補填していったっていうような、その時の営業部長が池田抜け作野郎なんですよ、油だんですね、うん、で確実に狙われる。創価学会会内とか芸術部って言われている芸能の中では、はい、やっぱりあの人頑張ってるなとかあって引き上げられるとか、